静香ちゃんのお風呂を隙間作ってかっこよく覗くイケメンのび太。たまちまです。この量のかっこいいの、お風呂覗いてるとは思えない。でさ、今回 SSR の話をしたいんですけど、今年イベント限定の SSR が7人だよね。ごめんなさい、不安定です。俺の情報は千葉ネットワークによると7人来たんですよ。で来年でおそらく全員実装ってなると思うんですけど、あと8人だからなるんですけど、さ、まだ各学年から1人以上 SSR 来てないキャラはいるんだよね。でもしかしたらね、来年のハロウィンで全員実装ってなって、各学年から1人ずつ選出されて3枚の SSR になるみたいな感じだとね、最近思ってきた。なんかね、いや、わかんないよ、運営さんはただ単にたまたまカリムだけ残しちゃったって、余り物を残しちゃったってパターンかもしれないけど、その可能性もあるなって。それでクライマックスっていう可能性ないって思ってきた。となるとね、カリムの SSR がしばらく来ないってなるときついんですけど、でもありえるよね、そういうのも。でさ、アリアーブナーリアの復刻でカリムの SSR 来るんじゃないかっていう人もいるんだけどさ、イベントストーリー見返した感じ厳しいと思う。やっぱりなんせね、両服の設定があるから、あれがね、どうも邪魔しちゃうんだよね。で、わざわざね、復刻させる気だったなら、カリムの SSR で復刻させる気でもう作ったなら、その設定もね、組み込まないと思うんだよね。だからね、さすがにね、ちょっと厳しいんじゃない、来るとしたら他のキャラじゃないかなって睨んでる、俺は。でよ、あとさ、あれだよ、ディアソムニアの両服いつ来るのって話もねえ、ワクワクしっぱなしなんだけどさ、来ないんだよね。待って、気分転換に画像変える。エアモンスターボールゲットだぜ。そうでさ、両服ね、で今年がさ、5章の後編とあと6章の前編が来たんだよね、ストーリーで。この調子でいくとさ、なんか来年も7章来ないんじゃないかなって不安になってる自分もいる。甘い蜜吸いたいよね、そろそろ。ベタベタになりたいもん、蜜で。熊野プーさんみたいに。プーさんってさ、あれすごいよね。なんでかっていうと、まずね、下半身がむき出しでも誰にも注意されないんだよ。しかも他人のものをね、強盗しても別に許されるんだよ。やりたい放題だよね。あれ一番危険な最強生物だと思う。だって法律なんて関係ないからね。でもそれはそれで困りそうだけどね。でさ、あれよ、プーさんじゃなかった、そう、 SSR よ。もうわがまま言うと、もう来年までに実装してほしいなって思う。てかさ、ストーリーとイベントを足並み揃えてやってくれるのが一番心地いいんだよね、俺的には。わがままだと思うけど。でもう、おそらく多分来年は来るか分かんない、下手したら再来年になるかもね。ありえるよね、普通にこのスピードなら。だから来年はね、いい感じに進めてくれればすごい嬉しいなって思います。ごめんなさい、なんか文句みたいで。でもこれはもうあれだから、わがままとして聞いてくれていい、普通に。あれ、もうクレームじゃありません。もうクレームだけど、クレームっていうのこれ、ちょっとわかんないけど、わがままとして聞いてください。俺のね、来年までに本当にディアソーのイベント SSR、 あと両服、あとカリムの SSR、 イベント SSR 実装してください。絶対無理だね絶対無理だ。ほら見て、ビルも無理って言ってるよ。無理って、もうだってこの顔はさ、信用してない時の顔だもん。無理って言ってる。でさ、これさ、あれなんだよね、これ最後になるんだけど、このさ、スパイダーマンの予告来たからさ、見たんだよね。歴代ヴィランがたくさんさ出現してて、すごい興奮した。マルチバースの前兆みたいな、本当に。
扱ったマルチバースっていうのは、まあ簡単に言うとツイステの世界にスポンジボブが来ますよみたいな、そういうことがあってもおかしくない、異次元同士がつながっちゃうみたいな、そういうなんつうの設定だね。だからねマジで興奮する。いや来年一番楽しみな映画かもしれない。今年は呪術廻戦があるから、来年はねもう多分スパイダーマン尽くしだろうな、1年が。はい、終わります。